11レース坂口浩介選手です。直前の向こう町は決勝戦4着いかがでしたか？決勝はちょっとレース自分がミスしたんでちょっとまあラインにも迷惑かかったんで、まあ、あんまり良くはなかったと思います。足の状態的には3日間通していかがでしたか？まあその前に落車してて走らな分からなかったんですけど、まあその割には走れたと思います。青森で落車があったんですけど、今の足の状態というのは？それなりに、はい、前回決勝乗れたんでまあいいかなと思いますけど。ところで4月の四日市では久々の V も飾りましたね。そうですね、本当に久しぶりやったんで、まあ、そこからイメージは良くなってますね。気持ち的にどうでしょう？ぐっとまた上がりましたか？そうですね、まあ、嬉しかったですね。近況は練習グループの面々も調子よく優勝を飾っている選手もいますね。そうですね、みんながこう流れに乗っていい成績残し出しているんで、まあ、それに続けるように。さて、初日はどう戦っていきますか？明日は中部で愛知の吉田さんと、で北野さん、石川の北野さんいますし、まあ、3社で連携して、まあ、番手でしっかり頑張らせてもらいます。吉田選手との連携実績というのはいかがでしょうか？そうですね、よく確定板乗せてもらってますし、まあ、抜けることってあんまりないんですけど、でもまあすごいいい相性やと思ってるんで、まあ、頑張りたいですね。では今シリーズの意気込みをお願いします。まあ、しっかり決勝を乗って、まあ、そこは最低ノルマやと思ってるんで、まあ、みんなの車検に貢献できるように頑張りたいと思います。